皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。2014年度版使用機材の紹介ということで、僕が使っている機材について皆さんにご紹介させていただこうかなと思うんですが、実は2013年度から新しく買ったギターとかが特にないので、ぶっちゃけ紹介できるものがそんなにないんですよ。でも、リクエストで2014年度版の使用機材紹介動画みたいなのを作ってくださいなんていう、そういったリクエストをたくさんいただくさなか、でも別に紹介するギターは特にないんだよななんていう葛藤もあったりするさなか、その結果、こちらマーティンのマチコさんについていろいろベラベラしゃべってみようかなと思いました。この間、ちょっとごっついリペアをしたりとかして、僕もいろいろ思うことがあったりとかするので、ちょっと今年の動画はこのマーティンのマチコさんについてベラベラしゃべってみようかなという感じでございます。過去の動画で何回も登場しておりますが、マチコさんがいろいろとやばいということで、ベラベラしゃべってみます。本当にいろいろな意味でマチコさんがやばいんです。いろんな意味でやばいです。ご存知の方も多いかと思うんですけども、僕はこのマーティンのトリプル OC1 というアコギを愛用しておりまして、今のメインのアコギという感じでございます。で、湿気をたくさん吸ってしまって、もうラチが開かなくなってしまって、ネックが反ってしまって、指板修正というリペアをしたんですよ。ちょっとその話をさせていただいてもいいですか。僕の家って湿気が半端ないので、ちょっとギターを置いておくと、ネックがすぐこっち側にドゥッと曲がってしまうんですよね。で、その曲がった状態でギターを弾いていると、もちろんすごく弾きにくい状態になってしまうので、じゃあどうしたらいいかというと、トラスロットというネジを回すんです。このネックが反ります。で、ネジを回します。そうすると、ネックがヒュッと戻ってくれるんですよね。で、またその時期が経って、またネックが反ってきました。で、ロットをクッと回して戻してというのを、これを何回もやってたんですけれども、あるとき、このロットというネジを締め切った状態になってしまって、このネジが締め切った状態になってしまって、もうこれ以上回らねえという時期がやってきたんですよ。それがちょうど1年前ぐらいなんですけども。で、そこからどうしたらいいかというと、もうどうしようもないんですよね。もうこういう弾きづらい状態でネジが回らないから、もうこれ以上はもうどうしようもないみたいな感じで、これ以上締めちゃうと壊れちゃいますし、しょうがないからということで、その弾きにくい状態でずっとアコギを弾いてたんですよ。マチコさんを弾いてたんですよ。で、先月、8月の前半くらいに、もう指板修正やろうということで、指板修正のリペアをやってみました。もう4万円とか5万円とかするような、ちょっとお金のかかるリペアなんですけれども、もうマチコさんを復活させるためには背に腹は変えられねえみたいな感じで、リペアをしました。で、それがどういうリペアかといいますと、結構これが壮絶なんですよ。結構衝撃です。まずフレットを全部スパーンと取るじゃないですか。スパーンと。で、この締め込んでたロットを戻すんですね。そうすると、このネックがどんどんどんと今まで調整してきた分が戻るわけじゃないですか。どん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 つって。で、この出っ張った部分、実際にはこの出っ張らないですけれども、この曲がってきた部分を削り取るという、なかなか壮絶なリペアでございます。すごいですよね。それで平らにならなかったらギター台無しになるわけですからね。もうどういう経験があったらそんなことができるんだろうかと僕はすごく衝撃なんですけれども、フレットを取ってロットを戻してスパーンって削るという、そういったリペアでございます。で、そこから新しいフレットを打って、フレットのすり合わせとかもして、ちょっと弦を張って、様子を見て、弦外して、ネック調整して、また弦張ってというのを何回か繰り返して、出来上がりというようなリペアでございました。いつもお願いしているそのリペアマンの方がいらっしゃるんですけれども、その方に今回もお願いをして、すごい最高の状態で帰ってきたという感じでございます。とりあえず、やばいポイント1としては、弾きやすすぎてやばいという感じです。確かにマチコ買ったばっかの頃とか、こんな感じだったななんて思いながら、ひたすらギターを弾いているような感じでございます。普通にこれを弾いていれば何でもできるぐらいの勢いで。マチコだったら何でもできるくらいの気持ちになってしまうぐらいにすごく弾きやすいです。超やばいです。相変わらずこういうこともやったりとかしてるんですけども。こんな叩いたりとかもしてるんですけど、素晴らしいということですよ。で、そのリペアマンの方にいろいろアドバイスといいますか、コメントをいただきまして、それをちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、その辺がいろいろとちらちらとやばいんですよ、また。またいろいろな意味でやばいんです。とりあえず、原稿低くなりました。で、サドルとかもちょっとチェックしてもらったりしつつ、で、とりあえず突っ込まれたのが、叩く人って聞かれたんですよ。ギターを叩く人かどうかということを聞かれたんですよ。で、僕はもう自信満々に、叩きますって答えたんですけれども、どうやらその叩きすぎて、このブレーシングが全部浮きかけているらしいんですね。ブレーシングというのはそのなんか当て木のことでございます。このトップ材とこのバック材の、薄い木の1枚の板があるじゃないですか。で、それをこう貼り合わせた状態でこの、弦を張ると、弦の張力でこのバーンってぶっ壊れてしまうので、それを阻止するために、この当て木をこの中に何箇所も何箇所もしてあるんですよね。これはどのギターでもそうなんですけれども、その当て木があるからこそ、弦の張力も耐えつつ、ボディ全体を共鳴させることにも貢献していると、そんな感じのシステムなんですが、補強する意味もある当て木だから、そのトップ材から剥がれちゃったら全然意味がないじゃないですか。けど、その方曰く、ブレーシングがほぼ全体的に浮きかけていると、浮いているところもあれば浮きかけているところもあるという感じで、このままだと大げさではなくバラバラになると言われました。バラバラになってしまうの、それは大変だって思ったんですけれども、むしろもうバラバラになるまでもう使い倒してやろうと、もう殺すぐらいの勢いでしばき倒してやろうと、僕は思いました。なので、マーティンがいつかバラバラになってしまうかもしれませんけれども、その時はその時でちょっと楽しみにしております。ドカーン、バボン、ボロ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 ってやったら、いやー、俺はもう十分マチコを愛してやったぜみたいな感じで、それはそれでよしとします。確かに冷静にちょっと様子を見たりとかすると、ところどころで木と木がぶつかっている音っていうんですかね、ちょっと鳴っちゃいけない音というか、そういう音がする気がします。ちょっとこのビデオカメラとわからないと思うんですけれども、ところどころ、この音ちょっとおかしくねみたいなのがあったりとかします。でも、それもまたね、一つの愛情表現ということでね、しばき倒していこうと思います。それがやばいポイント2という感じでしょうか。で、あと、そのリペアマンの方に突っ込まれたのが、これは何だと。これまたご存知の方も多いかと思うんですけれども、僕のアコギの中にはなぜか大豆がたくさん入っているんですよ。結構入っているんです。結構普通にこの手のひらにもれもりと漏れるぐらいにたくさん入っているんですが、これは何だと。これ大豆は何か意味があるのかと、すごく突っ込まれました。で、正直、そう聞かれても、大豆に何の意味があるのかと聞かれると、特にないですっていうふうに返したんですけれども、なんで入れたんだって言われても、いや、節分の時に福は内っていう感じでノリで入れちゃいましたって言ったら、とりあえず今すぐ取れと言われました。その大豆さん、入り大豆はその湿気をたくさん中にたっぷり含んで、このギターの内部からこの湿気を吐き出すらしくて、とにかくギターにすげえよろしくないと。それだったらまだその湿度調整剤みたいなこの布切れみたいなやつをこの中に突っ込んでたほうがまだましだと。とりあえず今すぐ大豆は取れと言われたんですけれども、今のところまだたっぷり入っているかなという感じです。これはいずれ取ろうと思います。本当に大事にしてるんですかね、このギターね、こんな様子で。じゃら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 うるさいし、ほんまにもう。という感じで、大豆がやばい。マチコがやばいというか、大豆がやばいという感じですね。そんな感じで、シッパン修正のリペアに出して、すごい今、めちゃくちゃ弾きやすい状態ということでございます。で、ブレーシングが浮きかけているので、いずれバラバラになってしまうかもしれないけれども、それはそれでよしとしておりますということです。で、いずれ大豆は抜こうかと思ってますが、今のところは抜いてません。いや、本当すげえんですよ、これ。すんげえ弾きやすいんです。もうこればっかりもう最近、暇があればとりあえずマチコを弾くみたいな感じで、またギター少年魂みたいなのがすごく復活しているような感じでございます。そんな感じで、ちょっと今年の使用機材動画はマーティンのマチコさんについていろいろベラベラとしゃべってみましたが、いかがでしたでしょうか。とりあえず皆さんに覚えておいてほしいのは、指板修正なんていうリペアもあったりとかするので、お金はかかっちゃうんですけれども、もしその皆さんのギターがピンチになったら、そういうのも考えてみてもいいんじゃないでしょうかということです。で、僕はいつもスラム奏法といって、叩く奏法をひたすら布教しておりますけれども、マジで壊れるみたいなので、本当に壊してもいいギターでやるように心がけてください。本当もうね、ブレッシングが浮いてバラバラになってもいいギターでチャレンジをしてください。そして3つ、最後、大豆は入れちゃダメだということでございます。皆さんもそのギターの内部にその、ね、深打ちってやりたくなるときもあるかもしれませんけれども、やめたほうがいいということです。大豆は入れちゃダメ。はい、そんな感じです。じゃあ、今年の2014年使用機材紹介の動画を終わりにさせていただこうかなと思います。2015年、マチコ生きてますかね？多分そのくらいまでは大丈夫だと思うんですけれども、2015年のマチコはどうなっているのか楽しみにしておいてくださいませ。僕も楽しみです。それでは、さようなら。